はい、こんにちは。始まりました。今日は兄貴の部屋になるんですけど、今日はね、また本の紹介になるんですが、これですね。じゃじゃん。奇跡のリンゴ。これね、もう、青森県の、木村明憲さんっていう、リンゴ農家の方のお話なんですけど、もう多分果樹農家の方ならみんな知ってると思うんですけど、無農薬で、この奇跡、何が奇跡かっていうと、無農薬でリンゴの栽培に成功された方なんですね。なんでまあ映画になったりとか、もう本ももう何冊も出されてます。皆さんね、まあ果樹も特に桃なんかそうなんですけど、予防防除を1年間全くやらなかったらどうなるかっていうのをちょっとこう考えてほしいんですけど、例えば桃ですよ。桃だと、木の病気ですね。宿葉があり、線香細菌病があり、もう灰干し黒干し、もういろいろありますよね、病気が。で、あとは害虫ですね。カメムシ来るし、それから真杭だとか、と貝殻ですね。メシロクワシロナシュマル、いろいろ貝殻虫いますけど、あとはやっぱり葉っぱの裏につくあのハダニとかがね、とりあえずその辺は予防をきっちりすれば防除できるんです、対処できるんで、どうしても僕らはそれに頼りがちっていうか、そういう中でね、これを予防1年しなかったら桃の木がどんなになるんだろう、実がどんなになるんだろうっていうのはもう考えるだけでも恐ろしいあれなんですけど、なんとこの方はそれを成し遂げました。ということで、まあ、この本には、それどういうやり方やったとか、それに何年かかったとかっていう答えが全部入ってますので、ぜひね、まだ読んだことのないっていう方はね、一度、読んでみてください。やるやらないはもう個人の自由なんで、ただ勉強にはなるし、あ、そういうところに気づいて、あ、そういうところにこう観点いうか置いて、あ、そうやるとこうなるのか、無農薬でリンゴが育てられるのかっていうのが、ここに全部詰まってますんで、ぜひね、これおすすめします。はい、果樹農家の方ぜひ読んでみてください。さあ、それでね、僕の話しますけどうちの子供が、娘が今中学3年生なんですね。で、まあこの時期なので高校受験いうことで、もうずっとね塾行ったりで、この前私立の、受験あったんですね。で、そこへまあ試験、受験だから今日行ってくる言うんで、で、まあ僕も頑張ってこいよって送り出したんですけど、グータッチってあるじゃないですか。こう、こう手出すんですよね。こう、頑張れって手出したら向こうも、はいみたいな。で、ハイタッチいうのも当然ある。頑張ってこいよって手出したら向こうも、はいみたいな。それで、子供に、また野球部ですから僕、子供に、今日受験頑張ってこいよって言って、こうやったんですね。わかります？こう。野球部の方ならわかると思うんですけど、うちの子どうしたと思う？普通こうやったらこう返してほしいんですけどね、こうなるようにね、頑張ってこいよって手出したんですよ。うちの子、わかった父ちゃん頑張ってくるって、こう手を握られましてこんな感じ、頑張ってこいよー言うてんのに、分かった父ちゃんありがとうってこう握り返されまして、思ったんですよ。あ、最近の若い子は腹立つノリを知らない。